メルドは、イギリス産の競争馬、繁殖品馬、イギリスクラシック品馬三冠馬の一頭。メルドは1954年9月末に、競争馬としてデビューした。デビュー戦は2着に終わり、2戦目で、初勝利を挙げたメルドはこの年のシーズンを終えた。翌1955年4月末、メルドは、前哨戦に出走することなくイギリスクラシック品馬三冠。 第一戦のセンギニーに出走。メルドはまだ目立つ活躍をしていなかったにもかかわらず、ブックメーカーによって本命視され、11、4というオッズが提示された。レースではスタートで出遅れたもののレース半ばで戦闘を進んでいたエヴァーレディに並びかけ、そのまま同馬とのマッチレースを制止優勝した。続いて、翌5月末にオークスに出走。 日着に六馬身の喫茶をつけて優勝した。レース後、記念撮影に臨んだメルドの息は全く乱れていなかったと言われる。7月半ばに出走したコロネーションステークスで優勝したメルドは8月に入って当時イギリスで流行した席の発作に苦しめられた。そのため、イギリスクラシックン馬三冠達成をかけたセントレジャーステークスには、 療養によるブランクを経て出走することになったが、ブックメーカーによるオッズは11時10分と最も高いものであった。レースでは最後方から徐々に前方へ進出し、直線でのクレウスとの競り合いを3、4場審査で制して優勝。イギリスクラシック品馬3巻を達成した。なお3巻達成の数日後、メルドは再び席の発作を起こし、競争場を引退した。 この年にジョッキークラブが発表した3歳、フリーハンデでは、ボバのアクロポリスを抑え、133ポンドと最も高い評価を得た。初期に産んだ4頭は競争馬として成功しなかったが、5番子のチャーロットタウンがダービーステークスを優勝した。その後で産んだ2頭は競争馬として目立つ成績を残すことができなかった。3番コインタグリオは繁殖品馬として輸入され、孫に、 アイチハイ、金牌優勝のホワイトアローを出した。4番コメレーはニュージーランドで、タネボバとして成功し、1972、73年と1976、77年の2度、ニュージーランドリーディングサイヤーとなった。当初は夏にデビューする予定であったが、怪我のためにデビューが遅れたメルドが、このようなローテーションを取った背景には、ケチなレースに出走させて、 下品な相手とレースをさせたくないという場所の意向があったとされる。なお、ヌクレウスに帰場していたレスター・ピゴットは、レース後メルドの進路妨害を採決委員会に訴えたが却下された。ファースト、シーズン最悪ツーレイズ・ザ・レベルアットからか。スタッフ .co.nz、co. httpwww.staff.co.nz、サウスランド、タイムズ、スポーツ、レーシング、 8178,822ファーストシーズンサイツ2レイズザレベルアットカラカ2014年12月5日閲覧ありがとうございます